ハッピーエンドは SMA ニートプロジェクト所属のお笑いコンビ。スクールジャカ13期生。血液型は A 型。埼玉県鶴ヶ島市出身、東京経済大学卒業。ハッピーエンドのかっこいい方。最初目指していたのはトンネルズのような司会もできるタレントだったとのこと。過去には、原牛女の佐野隆介とのコンビ、園芸温泉。 原品芸人である喜びとのコンビ、アイアンボーイで活動していた、本名、山本譲る上血液型は B 型。埼玉県出身、大東文化大学卒業、ハッピーエンドの小さい方、かつて陸上競技をやっていて、本気で箱根駅伝出場を目指していた時もあったが、怪我で断念した。過去には、元七色の斉藤哲也とのコンビ、スタンデライオン、 ピン芸人、ゆずぽんとして活動。ハッピーエンドゆずきとして、R-1 グランプリ2016で準決勝、進出。2020年2月4日、女性お笑いコンビ123-45の泉との結婚を発表。血液型は A 型。石川県出身。北梁高等学校卒業、ハッピーエンドの結成初期メンバーであったが、 2006年2月1日に田中と入れ替わる形で脱退。2007年4月に東京 NSC13 期生として入学し、卒業後は吉本クリエイティブエージェンシーに所属。2008年7月より大城祐希とミルキーウェイというコンビで活動していたが、2017年12月18日に解散。 ABCD 東京新聞2016年11月9日16面、笑う神拾う神、準決勝東京大、R。R-1 グランプリ2016、2016年10月15日、閲覧、ハッピーエンドゆずと12345泉が、結婚、必ず笑い多めの家族に、お笑いなったり、2020年2月5日閲覧、ABCD、 ビックラボンの365日、芸人日記、故郷愛あふれるお笑いコンビ、ハッピーエンド、サンケイスポーツ、2016年10月15日閲覧。かまとたちこプロフィール、2020年3月27日閲覧。かまどは燃え尽きました。ミルキーウェイ、 大城ツイッター、2018年12月24日、閲覧、2009年1月、新春特集2、夢、広報鶴ヶ島、鶴ヶ島市、2016年10月15日閲覧、なお、6位のヤポンスキーが313キロバイトで、わずかボール3個差であったが、4位の U 字工事が433キロバイトで、あり、ボールが27個もの差があった。 ありがとうございます。